はい、皆様こんにちは。ビジネス天国沖縄の時間です。今日もですね、私新里哲也が番組の方をお送りしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。気軽にコメントいただけるとありがたく思います。よろしくお願いします。はい、この番組は和洋菓子の店福屋、清武材木店、ライフスタイルテクノロジー、テリフォトマルリ、フットセラピーエールの提供でお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そこでは早速 CM の方入らさせていただきます。あ、これ PC のやつ。そうそう、 PC が大きいから。あ、自分の声がね。あー、 OK、 すいません。喋るときは下げてください。はいはいはい。もしかしたら CM 明け自己紹介を。自己紹介。はい。多分あと1分ぐらいですね。はい、ビジネス天国沖縄、お送りしております。ここね、FM、小座からですね、外を見るとですね、すごい雨ですね。昨日結構いい天気だったんですけども、今日ね、一日、午後もね、降水率高かったので、ずっと降るんじゃないかなと思いますが、ここ、スタジオでですね、本当に今日も素敵なゲストさんをお迎えしております。本当にね、僕仕事で関わりがありますので、いろいろね、打ち合わせさせていただくんですけども、本当にこれまでのね、人生経験といいですね、仕事に対する思いだといいですね、本当に素晴らしい、人柄だけじゃなくて、仕事のね、内容もそうですし、本当にこれからの時代に、必要とされる、活動されている方をですね、今日はゲストにお招きしております。本当に30代、40代の、女性がですね、本当に憧れるような方じゃないかなと思っております。はい、それでですね、ご紹介したいと思います。あ、それでは金城さん、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、小新里さん、大変緊張するような自己さん、紹介ありがとうございます。魂の声を聞いて人生を本来の道へ導くという琉球霊視スピリチュアルカウンセラーをしております金城のり子と申します。今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。金城さん、FM 小座は初めて。 FM 小座はね、はい、実は、はい、何度か出演させていただいて。あ、そうなんですね。数年にわたってなんですけれども。あ、なるほどなるほど、はい、久しぶりだということですね。久しぶりですね。早速ですね、金城さん、今日本当にお忙しい中ね、来ていただきありがとうございます。とんでもないです。はい、金城さんね、結構
前から、はい、お顔はね、はい、知ってたんですけども、はい、共通の知り合いがいてですね、はい、実際にこう、ゆっくり話するとかっていう機会もね、あんまりなかったんですけども、はい、まあ、あるきっかけで金城さんとやってね、今の本当に、ね、仕事を通じて、はい、いろいろねお話しさせてもらってるんですけど、はい、もう新里さんにいろいろ教えていただいております。いや、まあね、本当に先ほどね、はい、琉球霊視スピリチュアルカウンセラーということでご紹介あったんですけども、まあ、どういった、まあ、活動かとかですね、はい、ラジオのね前の方知らない方もいらっしゃると思うので、はい、そのあたりちょっと詳しくお願いできますか。あ、はい、ありがとうございます。琉球霊視スピリチュアルカウンセラーって、スピリチュアルな世界ってどうなのって、見えない世界って怪しい世界、オカルトの世界ってちょっと思われるかもしれませんが、私が行っているのは、まあ、沖縄だとね、ユタさんとかね、そういった方たちが多く存在すると思うんですけれども、そちらとはまたちょっと違っていて、セッションを通して魂の声を導き出して、望む現実を作り上げていく、ということをさせていただいております。だからご先祖様がどうこうとか、あなたがこうしなければこうなるよとかっていうことではなく、自分自身、みんな、それぞれね、素晴らしい、こう、魂の存在で、その生まれ持って、人生のシナリオをこう、輪廻転生の中から、魂の導きであるんですね。で、その道に、自分自身悩んだり、苦しんだりするときって、どうしてこういうことなんだろうって、ずっと人生を悔やんだりとかして立ち止まってしまうことがあると思います。ですけれども、それもコインの裏と思う手があるように、自分自身で魂の中で実はこの苦しさっていうのを設定してきて、そして光、表の部分、コインの表方で、それがどういうふうに今後の人生の役に立ち、本来の自分の道へ歩いていけるのかっていうことをスピリチュアルな世界、私はちょっとアメリカの方とかね、いろいろそういう海外の方でもスピリチュアルを学んでいるんですけれども、そういったオカルトチックではなく、本当にちゃんと自分自身がどう生きたいのかっていうところを導き出していくっていうことを仕事としています。あ、なるほどですね。まあ、生きてたらですね、必ず誰でも悩みとか迷いとかあると思うんですけども、はい、まあ、そういった方に、まあ、セッションを通じてっていうことだと思うんですけども、ね、最初はもうセッションを受けていただいてます、はい、時間はどれぐらいされるんですか。60分。あ、でもね、60分、私県外も多く行くんですけれども、はいはい、県外の場合はもう3日間なら3日間でこうやりますので、60分枠で枠がもう出るっていうことはないんですね。ですけれども、沖縄の方はゆったりと60分と言いながらも、まあ、臨機応変にということですね。はい、じゃあ60分の中でその方の悩みとか、はい、要はやりたいこととかそういうのを聞き出して、まあ、それを一緒に解決していくということですかね。そうです、そうです。だから何回か通っていただく方も多いですね。なるほどですね。実際にどういう感じで進んでいくんですか、そのセッションとかっていう。そうですね、実際にまあお伺いするのは現在の悩み、はい、やっぱスピリチュアリティって言っても、その大まかにね、私の使命はって言われてしまうと、うん、こう漠然としてますよね、はいはい、そうなってくると、そういうこう上からのメッセージ、工事からのメッセージを下ろして伝えるっていうことになっても、かなり広範囲なので難しいんですね、うん、はい、だからラジオのチューニングを合わせるようにというか、うん、テレビでチャンネルを合わせるようにということが、はい、ありますので、その方の今のお悩みに関してを伝えていただくということから始めます。あ、なるほどですね。じゃあこう大まかにというのは、そのピンポイントで。そうです、そうです。今の現状に対するピンポイントのお話をして。そうです、そうです。例えばご主人との悩みとか経済的な悩みっていうと、じゃあお仕事はどうしてますか、はい、そして家族の関係はどうですか、その中でこのお金に対する思いっていうのが幼少の頃からあるのか、はい、それとも前世から来ている魂の記憶でお金に対してブロックがあるのか、そこをこう紐解いていくんですね、はいはい、だから根底からそのブロックを外していくというような。じゃあもう本当に原因の大元から。そうですね、変えていくってことですね。それはもう何回かに分けてかもしれませんし、一回で腑に落ちられる方もいらっしゃいます。やっぱりこう個人差っていうのがあるんですかね。やっぱこう、何回も受けないと変わらない方と、まあ、1回受けてある程度結果が出る方っていらっしゃるんですか。そうですね。なるほど。それはもう個人差ですね。
なるほどですね、うん、まあ、聞くところですね、かなりたくさんの方のセッションされてきたということなんですけども。そうですね、はい、もう県外に行ったりとかすると、はい、もう朝からも夜中までもう全部入っていたりとかするような形なんですね。で今そうですね、多分電話セッションとかスカイプセッションとかも入れますと、はい、延べ5000人ぐらいは、うん、すごいですね。すごいんですかね。いや例えばですね、セミナーとかだと例えば1回で50名とか100名で、うん、まあ、トータル5000名6000名って言ったらあると思うんですけど、うん、セッションでマンツーマンですよね、はい、基本的にはそれで5000人ってなると、ああすごいですね、うん、もう365日休みなし、はい、そういう感じでずっと走ってきた感じですね。でも365日仕事されてるっていうことは、まあ、それだけニーズがあるっていうか、お客様にこう必要とされてるっていう裏返しだと思うんですけども、うん、そうですね、それだと本当に嬉しいですね、うん、今ね新里さんにお願いお話ししているので、新達さんはご理解していただいてるんですけど、ブログしかやってなくて、うん、で本当口コミだと思うんですね。で私の考えではセッションで行っていくのはその人の人生に携わらせていただく、うん、本当にこう悩みを伺うっていうことは、それだけその人が心を開いてくれて、その人の人生に左右するような言葉を私が発するわけなので、そこは真剣に相手の方を敬う気持ち、相手の魂を敬う気持ちなんですね、うん、本当に携わらせていただくっていう思いで、だから日々精進して、私のエゴが入ったりとか、そうやってこうですよねなんて決定づけるような言葉とか、うん、そういったことって大きく人生左右してしまうんですよね、はいはい、だからそうではなくって、この方の中に答えがある、うん、ということを常に意識しています。なるほど。じゃあ答えをこう何て言うんですかね、教えてあげるということではなく、その方にある答えを引き出していくっていう感じですか。そうですそうです。ああなるほど、うん、それなので私がこう言った、ああ言ったではないんですね。この方の中に答えがあるのをこう引き出していく。なるほどですね。やはりあれですね、セッションでいろいろこうゆっくりお話聞くっていうのは重要になってくるわけですよね。大切だと思います。なるほどですね。だからそれを自分でもどうして今の悩みが起きているのかがわからないんですね。あと嬉しいことや楽しいことを人生の中で選んでいきましょうと、こう例えば心の病の方に言ったところで、はい、嬉しいこと楽しいことがもうわからない状態なんですね。でそこからどうして嬉しいことや楽しいことが見つけられないのかっていうところをまたこう探っていくんですよ。なるほどですね、うん、実際にですね、まあ、5000人6000人の方を、セッションされてきたということなんですけど、やはりこうセッションに来られる方の例えば女性男性とかこう年齢層とかってあるんですか。こう、はい、圧倒的に女性です。もう9対1か8対2かっていうぐらい女性が多いんですね、うん、でその中で年代ってなると、うん、30代40代の女性が多いです。うん、なるほど。こう悩みもやっぱりこう傾向があるんですか。そうですね、はい、やっぱりブログを見てからいらっしゃるからかわからないんですけど、私もよく真面目ですって言われるんですね、うん、だから真面目で頑張り屋さんで、うん、一生懸命子育てもしていて、うん、ご主人のことも考えてそうやってやってきて、自分のことを置き去りにしてきたために、うん、自分っていうとどう生きたらいいかわからなくなって、うん、こうであまりにもこう怒られたりとかすると、もう一生懸命やってきた心がグラグラグラって崩れちゃっている状態ですとかね、だからそういう状態から本当のこの人っていうところにこう導いていったりとかなので、子育てをされている方、お仕事子育てしながら仕事している方、また私と同じように母子家庭のお母さんですとか、うん、そういう方が多いですね。なるほどですね。なるほど。僕も子供さん見えるんですけど、うん、2人でも結構大変なんですよ、うん、あれ一人でやるってね、僕想像できないんですよね。いやだから子供が、はい、子供の存在がありがたかったんです、うん、だから私も最初は
すごく責任を背負って、はい、私が子供を育てていくって考えだったんです。それだとしんどかったんですね、はい、だけど ある時から子供はとてもたくましい存在だから、その子供の力を信じる、はい、信頼する、心配よりも信頼するに切り替えたんですよ、はいはい、そしたら子育てが楽しくなりました。なるほど。だってこの子にこの力があるから面白いんですね。なるほど、名言でしたね。心配を信頼に変えたの。はい、これなんかきっかけあったんですか。それをそういう考えになるきっかけっていうんですかね、はい、これちょっと暗い話になるんですけど、はい、その心の病に私自身もなって、はい、こう鬱状態だったんですね。それでも2人の子供を育てていくのに仕事はしてるんですよね、はい、である時無理がたたってちょっと階段からガラガラって落ちちゃったんですね、はいはい、会社で。でそのまま救急車に運ばれて、で入院っていう形になった時に、あの娘2人がねに連絡をこうしてくれて、で来てくれたんですよね、はい、そしたら私が入院って決まってしまったんで、もうお母さんが死んだらね私たち2人どうなるのって言われちゃったのね、はい、それで私こんな一生懸命責任背負ってやってるって考えちゃいけないなって思って、で入院の時に毎日こう来てくれるんですけどね、その時にふとこうメッセージとして、あの子供の力を信じましょうって、なんか私が何もかも背負ってやるっていうのは余計この子たちを心配させる、うん、なるほど、うん、だから心配よりもまず信じること、はい、なるほどですね、うん、っていうので、あのそれに切り替えられました。だから大きなきっかけはやっぱり大きな出来事があったから。なるほどですね、うん、いやでもね今のお話っていうのはね多分聞かれてる方はね本当に、うん、胸に刺さると思うんですね。そうですか、はい、心配を信頼に変える、うん、あのもしこれを仮にですね、あの、まあ、言葉を聞いて理解したとしても、うん、実際にそれを本当に心配を信頼に変えるっていうのは、うん、まあ、中には簡単にできる人もいると思うんですけど、うん、なかなかこうねできない方 もうずっと心配してきてるので、はい、そういった方っていうのはどうしたらいいんですかね、うん、だからお子さんが、はい、例えば心配ってどういうことになりますかね。例えば、あ、まあ、学校で暴れちゃって成績が良くないとかっていう場合なんか、うん、はい、じゃあ勉強しなさい、あれしなさい、うん、これしなさいって言いますよね、うん、これが心配している言葉ですよね、はいはい、だけどじゃあ信頼するってなったら、うん、その子の良いところを見ると思いませんか、はいはいはい、だからできているところを、うん、まあ、ありがとうね、やってくれたんだっていうふうに言葉かけに変わりませんか、うん、なるほど。例えば勉強できなくて運動が得意な子っているじゃないですか、うんうん、そういう子はその勉強が悪いとこ見るんではなくて、うん、運動が得意の部分を見てあげるっていう、そうです、そうです、イメージですかね。だから日常でもじゃあゴミ捨ててきてって言った時に、うん、なんかそういうところにフォーカスをいちいちしないんですよ。勉強ができない子とか、はい、片付けができない子っていうネガティブなマイナス面に目を向けがちじゃないですか、はい、社会に出たらそういうことをちゃんとできてなくっちゃって、はいはい、私もそうだったんですね。ですけれどもそうじゃなくってゴミ捨ててきてって言ったらいいよって言ってくる、わお、すっごい助かったお母さんっていう、そっちの方に向ける、なるほどですね、向けていったんですね、はい、でそしたらなんと社会性も生まれたんですよ。なんか私も楽になったし、子供たちも楽ですよね、はいはい、だから親の希望っていうよりもこの子たちの生きる力を信頼していく、だから今目先で成績が悪いかもしれないけれども、でも将来この子が一流のパティシエになるかもしれない。そうですよね、うん、本当そうですよね、うん、僕の、国民的スーパースターの長嶋茂雄さんいるじゃないですか、はい、彼がデビューした時って確かね、プロにデビューした時って4三振なんですよね、はい、4打席4三振、うん、で聞いたら彼はね大学も高校も中学もそうらしいんですよね、うんうん、もう全部三振らしいんですよね。でもまあ確かに最初の試合は最悪の結果じゃないですか、はい、それでも結果的にはこういう国民的スーパースターになる、はい、で僕の知ってるの、まあ、僕バスケしてたんですけど、はい、バスケで有名な選手がいるんですけど、うん、もうすごいスーパースターなんですけどね、彼はね9歳まで歩けなかったらしいんですよ。へー、うん、であとオリンピックの水泳選手なんか水泳始めたきっかけ結構喘息だったからとか、うんうんうん、体が弱かったから、はい、水泳始めたで結果的にオリンピック出たっていう方もたくさん見てるので、やはりもっと大きな広い視点で
ね、うん、人を見るっていうのが大事かなと思うんですけどね。だからそれに私自身もある時この、まあ、私自分自身の、ね、入院っていうのをきっかけに、はい、あ、子供たちに心配させて、私子供のために頑張っていたのにみたいな、うん、もうなんか頑張るみたいなのがすごくあったんですけど、あ、これだとこうやって心配かける、いい結果に出ないんだ、うん、そしたら生きる力をお互いに信じようって、うん、だからそれからはできないことに目を向けるんではなくて、できることをお互いにこう認め合う、うん、はい、信頼に変えていったらすごく楽になりました。なるほどですね、うん、もう本当にそれだけでもね、本当に今子育て悩んでる方、まあ、子育てに限らないんですけども、はい、やっぱりそういうちょっとした考え方の違いで大きくね、うん、今後の人生変わっていくと思いますね。あ、そうですかね、はい、私もなんかそれは自分の実際に体験させていただいて、うん、それで今も下の子がもう22に今年なるんですけれども、はい、それはもう一人で育てていくのにもう本当にこう泣きながら、うん、確かにもう子供たちに申し訳ないっていう思いで、うん、あの育ててきましたけれども、だから遊ぶとかっていうことがうちも分からなかったんですね、はい、もう仕事と家の往復で、うん、とにかく生活費に追われてみたいなところがあったんですけど、それがねこの考え方をこう切り替えていくうちに、うん、経済的にも豊かになり健康にもなり、はい、子供との関係も良好になっていったんです、うん、だからよくネガティブによりはポジティブな考え方を持ちましょうって、はいはい、うん、でもあまりにもすごいポジティブシンキングでやってしまうと、うん、こうギャップ、自分との理想の自分と自分本人とのギャップがあってまたそこで苦しんだりするじゃないですか、はいはいはい、そうではなくって日々のことですごくできたこととか、うん、そういったことをお互いにありがとうって言い合うっていうことが、うん、はい、実はいろいろな意味で自分自身の波動エネルギーを高めていって、うん、周りにもとてもいい影響を与えますし、はい、それが自分自身に循環として返ってくるんじゃないかなっていうのが、うん、思います。だから、なるほど、あの、のりこさんのねお話、あの、なんていうんですか、全て実体験からなので、はい、あの、本当にね、あの、聞いてて納得しますし、 ありがとうございます、まあ、同じ状況の方が多分いっぱいいらっしゃると思うので、沖縄はね、母子家庭のお母さんたちが多いと思うんですね、うん、はい、だからそうすると私もあの2001年に離婚して沖縄に帰ってきた時には給料14万から始まりました、うん、で母子扶養手当をいただいてようやくギリギリの生活、うん、あ、でも私このまんまじゃ終わらないと思いました、うん、やだって、はい、うん、だからそこでどういうふうに嫌だって思うっていうことは私の思考の中にこのままじゃ終わらないよ、もっといろんな可能性があるんだよ、うん、が含まれてますよね、うん、それって楽しいじゃないですか、はいはい、じゃあどんな可能性があるんだろう、うん、っていうことで一つ一つ興味があることを積み重ねていって、うん、なんか資格を取ったりとか、はいはい、時間があるとそういうことに費やしていったんですね、うん、で私はその時心の病だったのですぐにはできませんでした、うん、沖縄にこう帰ってきてすぐにそういうことに切り替えられたのではなくって、うん、やっぱ5年ぐらいはかかったんですね、うん、ですけれども諦めなかった、なんかこのままじゃないっていう思いを諦めなかったんですよ。そしたら仕事でも健康にもなって、だからスピリチュアリティ、私はスピリチュアルカウンセラーなんですけど、スピリチュアル、魂を磨くっていうのは、うん、あの、実は生き方も自分らしく生きれる人生になるよっていうのが、はい、私の実体験を通してまた学んだ世界もそういう世界なんですね、うん、はいはいはい、うん、え、沖縄に帰られたところは、まあ、今と仕事は全然関係ない仕事をされてたんですか？え、あの、沖縄に帰ってきてハローワークで、はい、あの、那覇の新都心にハローワークがありましてね、はいはいはい、あそこに行ったんですよ。で、とにかく仕事を見つけなきゃいけないじゃないですか。で、一社目で見たところが、まあ普通の会社の経理だったんですね。はい、で、私は、あの、東京にいるとき自営業していた関係で、あの、簿記の、はい、こう、資格があったので、経理で入社しちゃおうと思って、一社目受けたんですね。で、そしたらそこから帰りの車の中で合格、連絡があったんですよ、うん、はい、わ、すぐ仕事決まったと思ったんですね、うん、でその勤めた会社があのスピリチュアルドクター、もう本も30冊以上だ、うん、出してまして、もうパイオニア的スピリチュアル業界ではパイオニア的存在の精神科医の越智恵子先生の、
会社だったんですね、はい、でそこの経理に最初入社させていただいたんですけれども、まあ私もうつ抱えながら安定剤飲みながら仕事してるんですけどね、ある時こう仕事をようやく覚えて3ヶ月ぐらい経った時に、この先生の本も読んどきなさい、勉強になるからって言われて本を読んだら、なんとこの先生がうつを克服されていて、あ、ご本人が、うん、でスピリチュアルドクターとしてお薬を一切処方せずに、こう診療を行っている先生だっていうことに知ったんですね。でパッて目の前の先生を見たら明るく弾けてるんですよ、もう楽しそうに、本当にうつだったのこの人がって思いました。それでどうやったら治るんだろう。でそれから仕事も兼ねて本を、出版されてる本を一生懸命読んだんですね。そして代替療法であるアロマテラピーやカラーセラピー、はいはい、そしてクリスタルを使った療法を学びました。でそれをこうスクールにも通いましたし、仕事を通して自分的個人的にも学びました、はい、もう治りたい一心なんですね。でそれでエネルギーワークですとかそういったものを取り組んでいったことが実は今の仕事に全部つながってるんですよ。なるほどですね。すんごい不思議で、今のり子さんがね、その越智恵子さんを見たときに、はい、この人本当にうつなったんだろうって不思議思いました。思いました。僕ね今のり子さん見てそう思ってますよ。ね、私ね実は私のところいらっしゃる方、はい、やっぱり私のブログ見ていらっしゃるから本当にうつだった人とか、はい、休職中の人が多いです。で今のところ 100% 復帰してます、休職中の人からして。なるほどですね。っていうのは私皆さんに言われるんですよ、本当にうつだったんですか、はい、いや7年もいやでもそのセッションを受けられる方もね、のりこさん全て実体験ですからね。そうですね、はい、やっぱりその言葉に深みがあるっていうか重みがあるというか、はい、やっぱりその同じ主婦からしてもですね、すごくすんなり受け入れられるんじゃないかなっていう、ね、それだと嬉しいです。なんかやっぱり知識でね、はい、いろいろもちろん私も学んでいます、だけどこの学ぶっていうのは何かっていうと、やっぱり自分自身を磨いていくっていうことですよね。だからそこをやっぱり意識して、はい、こう体感していくことだと思います。今の仕事をするきっかけに僕いろいろお話伺ってるんですけど、今日初めて聞きましたねいや越智恵子さんのところにいたの知ってたんですけども、まあ、経理で申し込んで入ったっていうのは知らなかったので。経理で申し込んで入りました、はい、でそしたら恵子先生は沖縄で事業展開を大きくされていく時だったんですね、はいはいはい、それで経理で入社して、それでその後にもう ほとんど兼任です。ショップをオープンされました、はい、でクリスタルやアロマオイルや瞑想室でオーラ写真を撮る係など全部講習を受けて、店舗の副店長として経理兼副店長みたいな感じから始まったんですね。でそれから企画に携わらせていただいたり、あと稽古メンタルクリニックというクリニック の担当もさせていただきました。そしてその後に精神科医の越智恵子先生は恩納村の方に拠点である天の舞というのを建設されて、そこの、初代今マネージャーいるのか分からないですね、責任者として担当させていただいてからの独立になります。なるほど。よくよく考えてみたらですね、ハローワークでたまたま申し込んだ経理の仕事で受かって、でそこでたまたま今の仕事につながる、まあたまたまじゃないと思うんですけど、たまたまですよね本当に、偶然は必然だってよく言いますけれども、本当に導かれたんだねって言われるんですね。本当ですよね。はい、わかりました。じゃあその辺のね詳しくまた後半ですね、はい、ぜひ聞きたいと思います。ありがとうございます、はい、楽しみに行きます。はい、
はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。引き続きですね、後半を続けていきたいと思います。のりこさん、早速ですが、はい、前半ね、お話伺って、はい、まあ、東京で離婚を経験されて、はい、まあね、のりこさんは、ね、沖縄出身なんで、そうです、まあ、沖縄に帰ってきて、はい、仕事しないと いけないということで、うん、たまたま申し込んだ、まあ、ハローワークでですね、です申し込んだ仕事が経理で、はい、その経理の仕事が今の仕事につながっているスピリチュアル関係の仕事 で、まあ、結果的にはそこでいろいろ学べたわけですよね。そうなんです。スクールや、はい、セミナーすべて携わらせていただきました。そして立ち上げをさせ、はい、ポジションの立ち上げをすべてさせていただいたので、そういったことが知らず知らずのうちに経験となり、はい、実績となっていたと思います。はい、素晴らしいですね。でもね、ラジオの前の皆さんで、ね、ぜひのりこさんとお話ししたいとかですね、セッションを受けたいという方いらっしゃると思うんですけども、ブログのタイトルとか、あ、はいはい、ブログは琉球霊視スピリチュアルカウンセラー金城のりこです。はい、もう金城をとひらがなののりで子供の子と入れていただきましたら、はい、ネットでアップしてきます。あ、なるほどですね。金城のりこ。金城のりこ。のりがひらがなで、はい、子供の子で金城のりこですね。はい、で、ブログアップされてる、はい、ということですね。で、そこから、申し込みフォームがありますので。はい。はい、ぜひね、一度、まあ、ね、のりこさんと話しするだけでも、心がね、楽になるんじゃないかなと思いますし、僕も二度ほど、サロンの方に、ね、はい、お伺いしたんですけども、はい、来ていただきました。ね、すごい素敵なね、あれはね、贅沢ですね。はい、もう、あれも直感で、はい、本当にこう、パッて見たら、引っ越しされていたので、もしかして引っ越されるんですか、空いてるんですかって言ったら、空いてますっておっしゃるので、もう、掃除もしてないので、今はって止められてるところ、はい、いや、大丈夫ですって見に行って、はい、もう直感で決めたサロンなんですね。というかね、前から海、ビーチサイドサロンをずっとこう、持ちたくて、はい、夢が叶ったんですね。なるほど。すごいすごいって言ってて、よくわからないと思うんですけど、まあ、場所とか行っても大丈夫なんですね。大丈夫ですよ。三浜の方にありましてね、はい、本当に海辺の方にあって、はい、まあ、3階にあるのでね、海が、ベランダから全部見えてですね、砂浜も見えて、はい、波の音とかね、はい、そこではしゃぐ子供の声とか、はい、風の音とかがね、すごく、もういるだけで癒される。そうなんです。ね、ついついね、僕も二度ほど行きましたけど、二度とも長居してしまいまして。でね、窓からの景色がね、どんどん変化していくんですね。そうなんです、そうなんです。時間につれてね。だんだん、明るいところからね、だんだん日が沈んで、夕日になって、はい、夜になって、夜になると本当に波の音しか聞こえない。そうなんです。もう、夜までセッションでいる時も時々あるんですけれども、はい、で、その時なんかね、本当に波音を聞いているだけで、人間のね、体の中で、こう波音っていうのは18秒ゆっくり吸って9秒吸って吐くっていう、こう、私たちの、こう、体のサイクルを整えるのに波音を聞いているだけですごくいいんですね。あ、なるほどですね。だから波音の CD とかありますよね。はい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 、ありますね。でも、ザザー、はいはい、弾くっていうね、これをね、もう耳で聞いてるだけでも、それで目で見るだけでも情動を動かしますので、整える作用があります。なるほどですね。波の音も CD とかよくありますもんね。ありますあります。なるほど。じゃあそこのサロンね、その波の音を聞きながらセッションを受けるということですので、そうですぜひですね、僕も本当になんていうんですかね、そのセッションを受けて本当に考え方がね変わったり、心が楽になるだけでも本当にね、いろんな人が救われると思いますので。そうですね、今人生で、はい、こう岐路に立っている方、本当どう生きたらいいのかなっていう時ってあると思うんですね。そんな時にこう身近な人っていうことで聞いてもいいんですけれども、はい、例えばもう全く知らないこう私とかね、そういう存在の人に客観的な意見を聞く、はいはい、沖縄ってゆいまる精神で、うん、そういったこともとても素晴らしいとは思うんですけれども、はい、その中じゃなくてね、ちょっと枠を一回外してみる、うん、それも人生の中でね、本当に 1、2回やってもいいんじゃないかなって、そう思います、思うんですよ私。でそういうのって人生何回か必ず訪れるじゃないですか。そうなんです、人生の岐路っていうのは、はい、やはりこう自分の枠、
自分の枠っていうのは今付き合ってる友達の枠も含めて、うん、その枠の中で解決できないことっていうのはやっぱりこう枠の外の人に一度話を聞いてもらう、はい、相談する解決してもらうっていうのはまあ必要なんじゃないかなと思いますもんね、はい、簡単に解決しますもんね。そうなんですよ、はい、だから本当にあの私たちはこうパラレルワールドで同時にいろいろな世界が同時進行してるんですね、はい、で先ほど言ったようにその悩みのことを伝えるということはチャンネルを合わせていくんですよね。だけどこのチャンネルのチューニングの仕方、ラジオのねこう FM 小瀬さんもラジオですけれども、はい、チューニングの合わせ方で本当にこうブレたりとかそういったありますよね。それがあのいつも同じところばっかり聞くのか、はい、でそれによって悩みが生じた場合はちょっとね冒険して思い切ったことで今までの生き方感じ方つまずいてるということは今までの生き方感じ方が違うんですよって魂から教えてもらってるんですね、はいはいはい、だからじゃあ違う生き方ってどういう生き方だろうっていうことで自分を責めたりこう周りの人にこう悪いことしちゃったんじゃないかっていうふうに悩んだり、はい、でそういうことから一歩踏み出して悩んでいるよりはじゃあ謝ってちゃんと自分の本来の道に軌道修正していけばいいんですよね、うん、そのアドバイスができたら嬉しいですね。なるほどですね、うん、まああのまあ、これまでセッションの話ばっかりしてますけどあとあの講演会とかセッションとかね、はい、あのスクールもされてるっていうことなんですけど。そうですね、スクールがですね、はい、あの実はあのマインドフルネススピリチュアル12ステップレッスンというのをあの展開しています。あのこれが私もね自分の殻を破りたくってあの第一期生としてこう一般社団法人スピリチュアルコンサルタント協会の方に飛び込んだんですね、はい、であのそれはね魂の中でバシャールの魂の青写真っていうブループリントっていうのが基本になっています、はい、でアメリカでは実は経営者さんとかね、うん、もう女優さんたちも自分自身がどういうふうなこうモチベーションでどういう自分っていうのを打ち出していくかって悩むじゃないですか、はいはいはい、そういう時のステップに使っているようなカリキュラムになります。うん、でそのカリキュラムを私自身も自分で紐解いていった時に、うん、子育てを終えてじゃあどうやって次生きていったらいいのかっていう達成感は確かにありました。で今まで全然自分を認められない自分からちょっと認められるようにもなりました。だけどじゃあ人様にどう今度向き合っていくのかってなった時には、はい、やっぱりこう他者の同じように世界中で活躍しているコンサルタントの方そしてスピリチュアルカウンセラーの方が講師だったのであのその方たちの生き方感じ方考え方カリキュラムっていうのを学ぶっていうので飛び込んだ世界なんですね、はい、それをねあのこうプレミア認定コースの資格を得ましたので、うん、沖縄でも展開しています。なるほど、まあ、さっきあののりこさんちらっとお話しされてましたけど、ね、海外の方にもね研修を受けに行ったということ、うん、アメリカの方でしたっけ。そうですそうです。どれぐらいあの滞在されたんですか。うん、これはね1年間を通してなんですね、はいはい、で1年間を通して東京でもやるし、海外でもやるっていう形だったので1回だけ思い切ってアメリカ行きました。なるほどですね、すごいですよねあの、うん、行動力っていうか。いやー怖かったです。はい、現地集合だったんですよ。あ、そうなんですか。現地集合でサンフランシスコ空港乗り換えとか言われて、はい、もうドキドキです。ドキドキですね。乗り換えられる私で現地のロサンゼルスの空港の方で、はい、あの日本人のこういう集合場所にいる人たちを見たときに、マジでした。怖いですね。怖いです。もうだからそんなドキドキしながら自分の殻を破って、それでもう私はね女性は50から輝くって言っているので、もうそんなね怖がってはいられない。立ち止まってはいられない。ぬくさんたくましいですよね。たくましいんです。とってもたくましいです多分。まあねあの、女性一人でねお子さんを育て上げたっていうのもあると思うんですけど、まあいろんなことにね日々挑戦して、まあいろんな壁もね来たと思うんですけど、あの、うん、本当にこの行動ね過去の行動とか、ね、今実績がねあのそれだけでも人にね勇気を与えそうな感じなんですけど。あ、なんかイベントもあるって聞いたんですけど。あ、はいはい。はい、1月の方は、東京の方で、1月23、24、先ほど言いました、マインドフルネススピリチュアル12レッスン、を
23日で、24日は琉球レジスピーチュアルカウンセリングを行います。そして2月の6日7日は今ね、私オメガ3というスーパーフード、はいはい、ブラックシードのこちらの方を取り入れておりますので、こちらの、セミナー説明会が2月の6日7日午前10時と13時、それから7日の、午後4時からは、お金についてのセミナーを行います。こちらもね、講師の先生をお迎えして、行っていきますので、よかったらね、ぜひいらしてください。興味のある方はね。で、TWブログの、金城のり子。スピリチュアル部門で言うと、大体、トップ10には今まで入っていますので、はいはい、なんかその辺から検索していただきますと、イベント案内の方出しておりますので、ぜひ、お問い合わせ、お申し込み、お気軽に、いらしてください。よろしくお願いいたします。はい。TW ログですよね。はい。はい。TW ログで、金城のり子って検索すると、はい、見れるそうなので、はい、のり子さんのブログもね、ぜひ読んでいただければね、そういうのもね、いろいろ、ヒントがあったり元気もらえたりすると思いますね。拙いブログですから、よろしくお願いします。はい、で、またね、ぜひ直接お話伺いたい方は、そこから、のりこさんの方にね、直接ご連絡していただいて。はい。まあ、ぜひね、サロンの方にね、行っていただくことも僕お勧めしますね。そうですね。はい。2月の、20日21は、霊気ヒーリングベーシック講座を行います。こちらに一応定員はもういっぱいになってしまったんですけれども、もうどうしてもやりたいっていう方はまた連絡してください。はい、もうぜひね、どうしてもやりたいとね、のりこさんの連絡すれば大丈夫だそうなので、はい、ぜひぜひ。で、今後ね、のりこさん今後の展開っていうか、はい、夢とか目標とかっていうのをちょっとお話しして、はい、いきたいんですけど、はい、はい、なんかのりこさんは今後、はい、もう今年ちょうど始まったばかりなんですけども、はい、なんかあるんですか、そういう目標っていうんですかね。はい、そうですね。今までは本当に目の前のことをこう一生懸命やってくるということで、はい、本当に一人でこうやってもう予約が入ったらこれを一生懸命やる、はい、予約が入ったら一生懸命やるっていう形で、過ぎていきました。はい、それで、でもこれからはちょっと視野を広げて、2016年からは、いろいろな方と学びながら成長していけたらいいなということで、実は、パーソナリティの新里さんにも、いろいろ教えていただきながら、こう自分自身を、なんていうか、視野を広げたいっていうことですね。あと、やりたいことは、私のように母子家庭のお母さんが、はい、のりこさんだからできるんだよって、いう言葉を言われることがあります。心の病の方なんかは生活保護を受けられてたりとかもします。もちろんね、私自身もそういう経験がありましたので、それをダメと言っているわけではなくって、でも人にはね、実はいろんな可能性があって、もう無限大の力があるっていうことも知っていただきたい。だから、先ほどたくましいねって言われたんですけど、本当に楽しくワクワクとしながら、自分のこうどれぐらいね、可能性が広がるのかなっていうところも、私を通して見ていただけたらなと思っての活動なんですね。はい、だからそういう方たちの支援も、支援って言ったらおこがましいんですけれども、はい、将来的にはそういう活動をしていきたいなっていう目標があります。なるほど。こう自分の活躍する場を見せることによって、いろんな方に元気も与えていきたいと。そうなんですよ。いうことでしょうね。でもワクワクって、なんていうんですかね、表情に出ますし、ワクワクする人がいるだけで周りにこう伝染するっていうかですね、まあ多分ね、健康にもいいんじゃないかなと思うんですけどね。健康に絶対いいですね。いいですよね。やっぱりワクワクするっていうのはね。はいはい。なるほど。実は僕がね、いつでしたっけね、先月ですか、12月に、セミナー開催した時にのりこさんがね、来ていただいて、本当にね、はい、ありがたいことに、そっからのご縁で、はい、で、なんていうんですかね、セミナー後の懇親会があって、もうほとんどの方がね、全員参加してくれてですね、はい、そこは、ね、楽しかったです。ちょっとお酒飲みながら、みんな似たようなね、向上心の多い人たちばっかりだったので、すごく楽しいね、場だったんですけど、うん、まあ、そこでのりこさんのお話聞いてね、いや、この人すごいと思ったんですけど、僕ね、プロデュースさせていただいてるんですけど、はい、さっきもね、ちょっと言ったんですけども、すごく簡単な。だからね、私、それがだから分からないんですよね。はいはい、だから、のりこさんは自分でここまでは作ってますよとか言われても、はいはい、ただただ目の前のことやってきただけなので、何が作れてて、何が作れてないのかが分かってないんですね。ただ、順番とか、やっぱりお話を伺って、コンサルを
プロデューサーの方にコンサルを受けていると、あ、これが全然できてませんでしたっていうところとか、うん、で、あと見えてない世界がやっぱりいろんなこう刺激を受けてあるんですね、はい、だから楽しみなんですよ。なるほど。だから話を聞いて、いや、のりこさんこうこうこうですよ、この人たちの話聞いてみてください、こうですよって、もうそれだけで私はワクワクしてるんで、なるほどですね。あの、僕はずっとプロデュース業をしてるんですけど、はい、あのゼロから作っていくんですよね。その人の考え方とか意識も変えていって、うん、やっぱりこう自分に自信がないとかっていう人たちってなかなか難しいんですよ、うん、あのお金を取れないとか、うん、でそこから作っていくんですけど、あの、まあ、通常ゼロから作っていくのりこさんね、5ぐらいから途中から始めたイメージがあって、あの本当にもう土台っていうのがしっかりしてますし、あの、うん、なんていうんですか、ね、自分のこう理念みたいなのももうがっちりもあるので、あの単純にあの順番並び替えみたいなイメージでしたね。のりこさん今これ先にやってるのを順番書いてみてくださいとか、うん、こういうふうに言い回ししてみてくださいとか、うん、あとね、あのちょっと最近名刺作ったんですけど、その名刺でしっかりと伝えてくださいとか、うん、もう名刺を持って、はい、あの、ね、出会うこれからねご縁ある方たちに、ね、はい、お渡しするの楽しみです。もう名刺はね本当人生変えるんですよ、うん、だから私はね、はい、だからそれがね今まで分からなかった、はい、あの本当にありがたいことに、うん、ブログだけであまり名刺を持って歩かないで仕事をさせていただいてたので、あのなかなかこうその名刺の力とかそういったものが分からなかったんですけれども、今回はとにかくあの自分を2016年は今までやらなかったことをやろうっていうことなんですね、うん、だって今までやってきたことだと、うん、今までの近所のりこになるじゃないですか、はいはい、だけど今までやらなかったことをやるってことは、うん、やっぱり自分自身が殻を破ってますよね、はいはい、だからその宣言をしてるんですね、うん、でそのもう大きな一歩がこのプロデュースを依頼、はい、新里さんに依頼するということですね、はい、でもあの名刺がね、あと 2,3 日で完成するんですけど、うん、楽しみですね。とても楽しみです、はい、あの僕作ってて思ったんですけど、この名刺配ったらすごいだろうなって思いながら作ってましたから、ね、わおわお、はい、僕はあの本当にたくさん名刺作ってきたので、もう分かるんですよね、うん、あの配る前から、うん、あのどういう人が来るとか、うん、どれぐらい人が来るとか、分かっちゃうんですよね。 あれ不思議なんですけどね、うん、うん、もう作りながらも僕ねそれ感じてますんで、本当にあのいいものはしっかりと伝えていく、逆に言えばいいものでも伝わらなかったら、なかなかねうまくいかないので、はい、そうですね、はい、みんな自分のことは自分が一番わからないですからね、はいはい、だから思い切って、こう自分に投資をしてみることもいいと思います、はいはい、うん、確かに自分で自分のことわからないっていうのは僕にも言えることでですね、うん、やっぱり客観的に見てもらうっていうのはすごく大事かなと思いますね、うんうん、はい、本当に自分の知らない自分の強みとかが見えると思うんですよね。そうですね。逆に自分が苦手だと思ってた、弱みだと思ってたのが実が強みだったとか、これびっくりしますね。結構あるんですよね。悩んでるんですよ。私こういうところがあるんですって言って、いやそれ強みですよって。でそれを変えてください名刺に言ったら、うん、変えた途端にお客さんがですね行列作ったことも何回もあるんで、うん、逆にね、もしかしたらラジオのね前の方にも悩みがですね逆に強みだったりとか。うん、する可能性もある。それはね、まだのりこさんにね、お話聞いてもらえば。でも本当にコインの裏と表で、はい、この悩みがあるからこそ、はい、本当に先ほど言ってた光につながるので、はいはい、とおっしゃる通りだと思います。うん、本当そうですよね、うん。でも不安とか恐怖っていうのは、不安とか恐怖って言ってもあんまりネガティブなイメージがなくて、不安とか恐怖があるからこそこう行動したりとか、するっていう要因の中でもあるので、はい、ね、だから不安だから自分が悪いとか、でも不安とかが感情が湧いてきたら僕は自分の中ですごく肯定的に思うんですよ、うん、要は新しいことをやろうするときには不安が伴うじゃないですか、はい、で何も不安がないっていうのはなんかね新しいことに挑戦してないっていうか逆に不安になるっていうか、うん、だから適度な不安とか恐怖心っていうのが常にある方が僕は心地がいいですね。そうですね、はい、それで当たり前だと思います、はい、だからあまりにもポジティブシンキングに行って、うん、理想を掲げたためにこのギャップに悩むっていう、はいはいはい、ことが来るんじゃなくて常に不安だから向上したくて努力するっていう、あと不安が全くないんですっていう人逆に心配になるっていうか、あとね最近思うのが完璧じゃないからいろんなこう素晴らしい人にお願いできるっていう、うん、私が分からないからお願いっていうことがなんかできるのかなって、うん、その感覚ってすごく必要な能力ですよね、うん、自分で全部やってしまわないっていうか、うん、やっぱりこう得意な人
に合うものをお願いする。僕もそうですからね、できないこといっぱいあるので。私もいっぱいあります。それもね、お願いして。はい。もうなんか最近はもうなんか、それができるようになったので、あ、これは私はできないんだ。もう今まで目の前のこともあまりも多すぎて、こう、見れなかったところが、今ちょっとこうやって、ちょっと視野を広げたいってことしから、思っているからだと思うんですけれども、それがなんか、あ、そういうふうにしようって思ったことですね。なるほどですね、でもね、今後いろんな方と出会ってね、またどん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 のりこさんのビジネスもね発展していく、のりこさんのビジネスが発展していくということは、まあいろんな方がね本当に救われるっていうことにもなると思いますので、でも、もちろんのりこさんの、業務内容とですね、ブログと、イベント告知の方をお願いしてもよろしいですか。はいはい、私のブログは TW ログの方で琉球霊視スピリチュアルカウンセラー金城のり子と検索してみてください。ネットの方で金城のり子と入れても、ブログの方がアップしてきます。あとイベントの方はですね、1月23日24日は東京新宿で先ほど言いましたマインドフルネススピリチュアルジョーニーステップレッスンと琉球霊視カウンセリングセッション会が行われます。2月の6日7日は北谷町のシーサイドサロンの方でスーパーフードの説明会とお金についてのセミナーが行われます。ぜひね、皆さんはブログに掲載してますので気軽にお問い合わせお申し込みください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。おのりこさんはね、僕もそっちの打ち合わせでやってるんですけど、本当に話しやすくてですね、温厚でよっくりお話しする方でですね、話が聞きやすいですね。そうですか。僕真似できないですね。いやいやいや、僕早口でね、もうガンガン喋っちゃうんですけど、やっぱりこう話聞くっていうこと大事ですよね、相手のね、はい、本当に僕も勉強中なんですけども、はい、認定もね受けられてるということで、のりこさんのプレミア講師でしたっけ、そのね認定も受けてるっていうことでですね、本当に安心してセッションを受けられると思いますので、スクールもねいろいろされてますので、さっきののりこさんのお話じゃないですけど、殻を破るという意味でも自分を投資するという意味でも、まあ、でちょうどね今年も始まったばかりなので何かに挑戦してはいかがかなと思いますね。そうです、はい、私がやっているのはスピリチュアルで目に見えない世界のことが多いんですけれども、はい、ちゃんと理論はしっかりしていますので学ぶ価値ありだと思います。はい、で、またね、いろんな方のね、さっきの落合恵子さんの元で働いたりとか、いろんな経験もされている中で学ばれてるので、他ではなかなか学べない部分も学べるんじゃないかなと思いますね。はい、のりこさん、あっという間にあと2分になってるんですよ。じゃあ、早い。ね、あっという間ですね。うん。はい。今日ね、なんか雨でね、FM 小座さんね、前はね、ここじゃなかったんですよ。あ、らしいですね。中の方だったんですね。はい、はい、らしいですね。僕も知らないんですけど。うんうんうん、すごくなんか見晴らしが良くて、はい、なんかね、時々ね通行の方たちが止まってくださると、そうなんですよ、手振ってくれてね、そう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 、はい、僕振り返してフレンドリーで面白い、フレンドリーなんですよね、うん、もういつもねここ通ってる人じゃないかなと思うんですけど、うん、はい、本当にまあね、9対1ぐらいで女性ということで、はい、まあ、特にお子さんを持たれている方が多いということでね、やっぱり子供ができるとね、嬉しい反面悩みも増えると思いますけども、そうですね、はい、子育てって真面目な人とか責任感がある人なんかは一生懸命になっちゃうんですよね、はい、でそこで疲れちゃう、はい、だからでもそれをね、私は一つの勲章じゃないかと思ってるんです。やっぱ何かにとても没頭するって、はいはいはい、一生のうちで何かあるか、そうですよ、ね、何かですよね。それが子育てに向けられるっていうことも幸せなことなんじゃないかなと思ってます。本当ですね。うん、でも本当に子供がいるっていうのはありがたいことですしね。うん、本当に悩みの中で成長もしていくと思いますので。はい、子育てはね、自分育てとも言いますからね。なるほどなるほど。今日ね、名言がいくつも飛び出してますけどもね。安心、不心配を信頼に変えるとかですね、はい、本当にいろいろ心に刺さる言葉がありました、残りねあっという間に30秒となりましたけども、はい、TW ブログの方でですね、金城のり子と入れるとですね、はい、ブログの方にも出てきますので、はい、ぜひね、まずブログの方まで読んでいただいて、はい、また直接ねお話ししたい方っていうのはぜひね連絡取ってみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあのり子さん、またね、今日出演してくれてどうもありがとうございます。ありがとうございます。また機会があればぜひ出演されてください。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございます。